最善を尽くす。やってみろ。武田に囲まれている長篠城と信政を救う。飛び出し山砦へ攻めかけよ。母上、ご心配には及びません。それと、幼名呼びはそろそろやめてください。先陣を切ってもいいですか。ついてこれる。徳川のため最善が尽くさねばなりません。でもわしに続けって言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄に。馬防柵があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。侮れぬが、信長を討てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。増兵の処理に不代の方々の力はいりません。俺一人で十分です。直政は確かに強いが、恐れも知らん。そして頼ることも知らん。まだ馬防柵に突っ込むか。武田武者よ、無謀なれど心が熱くなる。直政はまだ他の者とうまくいっておらぬか。だがゆくゆくは徳川を支える柱となろう。長篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらう。任せろ。もたついて意地を張らずに助けを呼べ。何ですか、いきなり。我がこうにしてくれるわ。ここは譲れない。いざ参る。譲れぬものがこの俺にもあるんでね。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。見事な手前、簡単を禁じ得ません。敵将は討ち取った。
戦ぶり、我が血もたぎるわ。速なし、参れ。国止めん。やわし、ビタン。もはや武田の敗北は必至。分散して逃げ延び、再起を図ろうぞ。開門。この勝頼よりは最後まで戦おう。敵将討ち取った。急げ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。敵将討ち取った。傷つくことを恐れた者の末路は哀れだ。その手明かさないと立派だ。殿が騎馬隊に襲われし時、武者を一気取り逃がしたな。しんみり。ええ、俺の精進が足りなかっただけです。油断しなければ一人でやり遂げられた。一人でか。その次もそのまた次も、その油断なくやれるなら、それもよかろう。さあ、分かってこい。敵将、討ち取った。皆大義、これで武田も終わりっつお。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。